中二病をくすぐるネーミングってありますよね。解説の霧雨マリサです。人が変わるだけで国名も変わることってありますよね。白霊霊夢です。動画の最後に出てくるアルマンゾールって強すぎじゃないですかね。コンパクヨウムです。今回はレオン王国をやろうと思うぜ。アスプリアス王国の続きの動画だよね。レオン王国の動画を見るにあたって、コウマイヤ朝の動画なども見ておいた方が理解しやすいと考えております。700年続いたレコンキスタなんだけど、かなりややこしいと言える。国が分裂したり吸収されたりと理解しにくいのが現状でしょうから。図を見るとわかるように、今回はこのあたりだ。アスプリアス王国からレオン王国に変わって、どのように歴史が進んだのかを解説します。それじゃ、前回までの復習から始めましょうか。イベリア半島には西ゴート王国というキリスト教の国があったわけだ。でも、ウマイヤ朝が北アフリカの沿岸部を制圧していき、西ゴート王国に攻め込んだんだよね。ウマイヤ朝のターリクがグアダレイテ河畔の戦いで、西ゴート王のロデリックを大破している。西ゴート王国は貴族たちがロデリックを裏切り、自分たちもターリクにより殲滅させられるなど、ひどい戦いだったんだけど、王を裏切って自分らも大破されるとか、何のために裏切ったのかもわからない状態にもなったわけでして。その後、北アフリカの司令官ムーサもイベリア半島に上陸し、短期間でイベリア半島の大部分を制圧している。イベリア半島征服の立役者であるムーサとターリクはウマイヤ朝のカリフによって、悲惨な死に方をしてしまったんですけど、こうした中で、西ゴートの貴族ともされているペラヨがゲリラ戦を駆使し、コバドンガの戦いでウマイヤ朝の軍を破りアスプリアス地方を確保したわけだ。それでも、イベリア半島ではアスプリアス地方の周辺以外は、イスラム勢力の手に落ちたんだよね。ウマイヤ朝はフランク王国に攻撃をするもプールポワ警官の戦いでは、カール、マルテルに敗れている。プールポワ警官の戦いでウマイヤ朝が勝っていれば、西欧はイスラム圏になっていたのではないか?とも考えられています。アスプリアス地方は山岳部であり農業生産性も低く、イスラム側としては征服しても旨味は少なかったとも言える。イスラム側にしてみれば、アスプリアス王国はハイリスク、ローリターンだったんだよね。アスプリアス王国側もイベリア半島の統一を目指し、ウマイヤ朝の軍と戦ったりもしている。イスラムの方では750年にアッパース革命が起きて、ウマイヤ朝が滅亡し、アッパース朝が建国された。この時に、ウマイヤ朝の王族の一人であるアブド、アッラフマーン一世が、イベリア半島まで逃げ延びてコウマイヤ朝を建国しました。イベリア半島では、キリスト教勢力のアスプリアス王国と、イスラム勢力のコウマイヤ朝の戦いとなったわけだ。コウマイヤ朝の方が勢力は大きかったんだけど、内部では混乱が続きアスプリアス王国にも付け入る隙があったんだよね。アスプリアス王国ではアルフォンソ2世の時代に勢力は拡張を見せ、ガリシア地方へと半島拡大し、聖ヤコブを守護聖人とするサンティアゴ大聖堂を設けた。アルフォンソ2世の時代には聖ヤコブの墓まで見つかっております。ラミロ1世の時代には、クラビホの戦いでイスラム勢力に勝利したわけだ。イスラム勢力に町を取られるくらいならと、焦土と化してしまったこともあるんだけど、アスプリアス王国も初期の頃に比べると、領土を広げた感じがするよね。ここまでが前回までの大体のお話です。大体、9世紀の半ばまで解説した感じですね。レオン王国の解説をする前に、近隣の情報も少し付け加えておきたいと思う。この頃にはすでにナバラ王国が誕生しているんだよね。地図だと色分けされていませんが、ピレネー山脈の麓のあたりにナバラ王国があったわけだ。北にはフランク王国がおり、虎視眈々とイベリア半島を狙っていました。コウマイヤ朝の動画でも扱ったんだけど、過去にはフランク王国のカール大帝が、ピレネー山脈を越えてイベリア半島で戦ったこともあった。ロンスボーの戦いではカール大帝は全く戦果を上げることができずに、フランク王国に帰還したのですが、それでも、カール大帝は801年にバルセロナを征服している。カール大帝は数年後にトルトサを征服しようとして、そちらの方は失敗に終わったんだけど、この時代のイベリア半島を見ると、キリスト教国のアスプリアス王国とナバラ王国、フランク王国支配下のスペイン辺境伯領土があり、南には大勢力でイスラム教国のコウマイヤ朝があったということだ。ここからが本番ですね。ラミロ一世の後継者となったオルドーニョ一世の時代に、
次のようなことがありました。そなたをカスティーラ伯に任命しようと思う。つまり、私は伯領を統治することになり、軍事権、司法権、財産権を有すということでしょうか。その通りぜ。国とは異なるが、そなたに一定の権利を認めることにいたす。わかりました。国をしっかりと統治したいと思います。カスティーラの名前は、頭の隅に入れておいてほしいと思うぜ。カスティーラ伯領は、最初はアスプリアス王国の下にいるんだけど、ここから大きな勢力となっていくわけです。この図だとレオン王国の下になっていますが、カスティーラ伯領やカスティーラ王国も、一筋縄の説明ではいかない部分もありまして。カスティーラ伯に関しては、後ほど説明しますが、イスラムとの国境にある無人地帯に、入植を行い勢力を拡大していくこととなります。866年にオルドーニョ一世の後継者として、アルフォンソ三世がアスプリアス王として即位している。アルフォンソ二世が50年の長きにわたってアスプリアス王国を統治したんだけど、アルフォンソ三世も44年間も国を治めたんだよね。アルフォンソ三世なんだけど、大王の名としても呼ばれている人物だ。大王とか大帝とか呼ばれる人って、期待できる人が多いと思うんですが。予想した人も多いと思うんだけど、アルフォンソ三世の時代にアスプリアス王国は、さらなる拡大を見せているぜ。アルフォンソ三世の治世が終わる頃には、広大な地域を保有することになっていたわけですから。それでも、まだまだレコンキスタは続くんですけど、後に大王と呼ばれるアルフォンソ三世も決して、最初から順調だったわけではなく、大寒が終わっていない状態で次のようなことがありました。大変でござる。ルゴ伯が攻撃を仕掛けてきました。む。我らが単独で押し返すのは難しかろう。その通りでござる。ならば、わしはカスティーラ伯の元に退避しようと思う。それが、ようございます。よくぞ来てくださった。かれこれ、こういうことになってしまいました。なるほど。それは困ったことになっていますな。私はまだ18歳の世間知らずではありますが、アスプリアス王国を立派に治めようと考えております。私に力を貸してもらえませぬでしょうか。私は先代のオルドーニョ一世にカスティーラ伯に任命されたのです。断る理由はありませぬ。感謝いたす。私も協力いたしますので、ルゴ伯を追い払いましょう。ありがとうございます。攻撃の命令を。わかった。命令を下すルゴ伯を撃て。はは。カスティーラ伯のおかげで、アルフォンソ三世は首都オビエドで退官し、晴れてアスプリアス王に即位しました。ここで落ち着いたかと思ったら、867年に今度はバスク人に攻められたわけだ。アルフォンソ三世もなかなかに忙しい人ですね。アルフォンソ三世は主要のエイロ伯を、首都のオビエドに連行し収監している。エイロ伯は、ここで生涯を終えました。868年にはコウマイヤ朝のアミール、ムハンマド一世が、トレドから北上して、攻めてきたわけだ。この時のアルフォンソ三世の様子を見てみましょうか。コウマイヤ朝の軍が我らに攻撃を仕掛けてきたようじゃな。イスラムの軍はアスプルガで二手に分かれレオンとルゴ方面を攻撃するとのことです。敵の情報はしっかりとキャッチしておるか。もちろんでございます。ならば、心配はいらぬ。素早くコウマイヤ朝の軍を打ち破ってやる。出陣しましょう。戦いが連年にわたって続いたことで、アルフォンソ三世も戦いに慣れてきたんでしょうね。アルフォンソ三世は情報戦にも優れていたと伝わっている。こうした中で、アルフォンソ三世は次のような行動をとります。連年のように戦いが続いている。このままでは国が疲弊していくばかりでございます。わしはアスプリアス王国をもっと強く攻めばと考えておる。どのようにしようと考えているのでしょうか。ナバラに使者を派遣し、わしは王妃を迎え入れようと思う。なるほど、ナバラは同じキリスト教国ですし、私も賛成でございます。ならば、ナバラ王のガルシア、イニゲスの王女姫ナと、結婚できるように取り計らってくれ。わかりました。私が段取りを整えたいと思います。任せたぞ。頼りにしておる。ナバラ王国は同じキリスト教国なので友好は結びやすいでしょうね。この頃はカトリックとプロテスタントの争いもないから、イスラム打倒のための同盟が結びやすかったのかも。こうした中でアルフォンソ三世は次のような行動をとります。
イスラムの方ではどうなっておる？コウマイヤ朝ではモサラベが減っているようでございます。モサラベといえばイスラム統治下のキリスト教徒のことじゃな。逆にイスラム教に改宗したキリスト教徒だったムラジと呼ばれる者たちは増えている状態であり、ムラジのイブン・マルワーンが反乱を起こしたとする情報も入っております。イブン・マルワーンらの目的は何ぜ？メリダを独立国として自分たちの国を持ちたいようでございます。ならばわしらが取る道は一つじゃな。兵を挙げてイスラムに攻め込む時が来たということですか？バカモン、そんなことをしてどうする？それでは何をするおつもりなのでしょうか？メリダのイブン・マルワーンを支援しイスラム同士を戦わせるのぜ。漁夫の利を狙って攻撃を仕掛けるのですな。いや、それも違うな。何をするおつもりでしょうか？我らとキリスト教徒の教会はどうなっておる？プエロ川流域などは無人地帯となっており、人が住めるような状態ではございませぬ。ならばプエロ川流域に人を入れ、無人地帯を人が住めるようにせよ。なるほど。イスラム同士を戦わせて、自分たちはせっせと無人地帯に入植をし、国力を増そうと考えているのですな。その通りぜ。無人地帯に入植を始めよ。はは。アスプリアス王国では、過去にイスラムに使われるくらいなら、と無人地帯にしてしまった地域があるんですよね。アルフォンソ3世が入植を始めたことで、無人地帯の南の境界が本当の国境となったわけだ。空白地をアルフォンソ3世が人が住めるようにしたって感じかしら。こうした中で、アルフォンソ3世は次のような行動を起こしました。無人地帯もだいぶ人が入り、我らも潤いましたな。イスラムが内部分裂してくれたおかげじゃが、何か次なるお考えがあるのですかな。アルフォンソ2世のことを覚えているだろうか。アルフォンソ2世様といえば、サンティアゴ、でコンポストラに小さな教会を建てておられますな。わしはその地の教会を大規模なものに作り変えたいと思う。賛成でござる。うむ。教会を大規模なものとせよ。はは。教会を大規模なものにできるあたりに、アルフォンソ3世の勢いを感じますよね。アスプリアス王国の領土は広くなったんだけど、アルフォンソ3世は後継者問題で悩むことになるぜ。メイ君と呼ばれた人でも、後継者問題でしくじることはあるから、ここはなんとかうまくまとめたいところだよね。アルフォンソ3世は拡大された領土を子供たちで分割相続しようと考えた。アルフォンソ3世は長男のガルシアにはレオン、オルドーニョにはガリシア、フルエラにはアスプリアスを任せるようにしたんだよね。ついに、今回の題材であるレオンの名前がようやく出てきましたね。アルフォンソ3世は3人の息子をそれぞれレオン王、ガリシア王、アスプリアス王としたわけだ。さらに下の弟のゴンサロは聖職者、ラミロはまだ幼かったので栄誉のみを与えました。でも、これってアスプリアス王国を3分割してしまったとも言えるんじゃ。ガリシアを継いだ者が王国の後継者ともなっており、アルフォンソ3世はオルドーニョに広大な領地を与えるつもりだった。長男のガルシアはカスティーヤ伯とヨシミを結び、アルフォンソ3世を打倒しようと考えているとする噂があったためです。アルフォンソ3世が分割統治を行ったのは、初期の頃に比べると領土はかなり拡張していることが原因だと考えられている。プエロ川の流域の無人地帯を植民したのは大きかったでしょうね。イスラム内部の対立があったからこその領土拡大でもあったんですが、アルフォンソ3世は広大な領土を一人の人物が治めるのは難しいのではないかと思っていたわけだ。この当時って今と違って通信技術も未熟だし、一人の統治ってのは難しいって考えてもおかしくはないよね。910年にアルフォンソ3世が死去すると、長男のガルシアはガルシア1世としてレオン王となり、父親であるアルフォンソ3世と同様に無人地帯の入植を行っている。無人地帯の入植って地味ながらも効果があるってことだよね。ガルシア1世はレオンの町にずっといたわけではないんだけど、レオンには何度も訪れ、アルフォンソ3世が所有していた首都機能をオビエドからレオンに移したわけだ。これによりレオン王国が誕生しました。内容を見るとわかるように、アスプリアス王国が首都を移しただけなんですけど、それでも、レオンに首都を移してからは、アスプリアス王国はレオン王国と呼ばれることになる。ついにレオン王国が誕生したということです。レオン王のガルシア1世は在位4年で亡くなってしまい、子供がいなかったことで、レオン王国は弟のオルドーニョ2世が相続しているぜ。ガリシア王とレオン王をオルドーニョ2世が兼任しました。オルドーニョ2世はアルフォンソ3世が後継者として期待したように、覇気があり活力がみなぎる人物だったと伝わっている。オルドーニョ2世は、それだけではなく武勇に秀で、
精神も安定していて忍耐強かったとされています。これは期待できそうですね。しかし、コウマイヤ朝では912年に、アブド、アッラフマーン三世がアミール総督となったわけだ。アブド、アッラフマーン三世は、コウマイヤ朝の動画で出てきた前世紀を築き上げた王様です。これは、オルドーニョ2世といえども相手が悪すぎる。アブド、アッラフマーン三世はカリフ・ムハンマドの後継者とする意味を称しています。イスラムの世界にコウマイヤ朝、アッバース朝、ファーティマ朝と3人のカリフが出現している。でも、オルドーニョ2世も領土獲得のために奮戦しました。オルドーニョ2世はメリダやバダホスに遠征し、自国の領土であるサン、エステバン、デ、ゴルマスで勝利しますが、コウマイヤ朝のアブド、アッラフマーン三世の壁は厚く、取った領土もイスラムに奪われているぜ。レオン王国だけではコウマイヤ朝と戦い続けることは難しいと判断し、婚姻関係になったナバラ王三長、ガルセス一世と共闘することになります。レオン王国とナバラ王国でイスラムと戦っても、やはり苦戦しイスラム軍がナバラの首都パンプローナまで迫るなんてこともあった。オルドーニョ二世も頑張ってはいるんだけど、戦いが延々と続いてしまう感じなんだよね。オルドーニョ2世がレオン王になってから10年ほど経った924年に、サモラからレオンに戻る途中で死去している。この時にオルドーニョ2世の子が王位につくかに思われたんだけど、実際にレオン王についたのは弟でアスプリアス王となっていたフルエラ2世だった。アルフォンソ3世の子供3人でレオン王を回した感じですかね。しかし、フルエラ2世は在位期間はわずか1年ほどしかない。これによりアスプリアス王国もレオン王国に吸収され、オルドーニョ2世の子であるアルフォンソ4世がレオン王となった。アルフォンソ3世が息子らに分割統治させたことで、910年にレオン王国が誕生し、兄弟で相続し15年後にアルフォンソ4世がレオン王になったということです。アルフォンソ4世がレオン王になったが、ガリシア王国はレオン王国に従属する関係であり、アスプリアス王国はレオン王国に吸収されたとも言える。でも、アスプリアス王国の初代国王のペラヨの時代から考えると、レオン王国はかなり大きくなったよね。人もレオンに変わりましたし。この後もレオン王国はナバラ王国と共に、コウマイヤ朝と戦っていくわけだ。アブド、アッラフマーン三世の時代はもちろんだけど、孫のヒシャーム二世の時代は、最小のアルマンゾールが戦いに滅法強く野心家でもあった。アルマンゾールに関して述べておくと、生涯に50数回もの遠征を行ったとも伝わっています。977年にはサラマンカに遠征し、978年にパンプローナ、バルセロナ。979年にはサラモ、980年にはメディナセリエと遠征している。アルマンゾールが毎年のようにキリスト教国に遠征していたのがわかるよね。アルマンゾールはハカム2世の治世の時に、将軍ガリブの娘と結婚していた。でも、ガリブとアルマンゾールの対立があり、ガリブはアルマンゾールがカリフ、ヒシャーム2世の位を奪ったとして激怒したんだよね。ガリブはヒシャーム2世の財産を守ると宣言し、軍隊の一部を自分の手元に置いたわけだ。カリフでもないアルマンゾールの独裁に対し、ガリブが反発し対立は頂点に達しました。この時にレオン王国のラミロ3世は、次のように考えました。イスラムではアルマンゾールとガリブが激しく対立しておるようじゃな。イスラムの混乱は我らにとっては好機と言えるのかもしれません。その通りじゃ。ガリブを支援し、イスラムの混乱を助長させよ。はは。残念ながらガリブはアルマンゾールに敗れ死去し、我らに怒りを向けており、サモラの攻撃に向かったようです。どうしましょうか。アルマンゾールは天性の戦上手であり、レオン王国だけでは勝つことができませぬ。な。なるほど、よし。同じキリスト教国のナバラ王やカスティーヤ伯に援軍を要請し、アルマンゾールと戦うこととしよう。それ以外に道はないでしょう。そなたが使者になってくれぬか。はは、わかりました。そなたのおかげでナバラ王国、カスティーヤ伯とのキリスト教連合が結成できた。トルデシアスの南にあるルエダで、アルマンゾールの軍と決戦になるでしょう。よし、一大決戦じゃ。
キリスト教連合の底力を見せてやろうではないか。はは。アルマンゾールの軍に攻撃を加えよ。よいでございます。やっぱり、こうなりますか。アルマンゾールってこう波に強いような。戦いに敗れたナバラ王三女二世は、娘のウラカをアルマンゾールに差し出している。ウラカはイスラム名のアブダに改名することとなります。翌年もキリスト教国の三人の君主は連合し、アルマンゾールとシマンカスで戦いますが、再び敗れている。アルマンゾールが強すぎる。984年にラミロ三世は亡くなり、ベルムード二世がレオン王に就いた。ベルムード二世って通風王とか呼ばれていた人だよね。どうしてそう呼ばれるかは通風王の名前でわかると思いますけど。985年に再びバルセロナが攻められ、988年、989年とドゥエロ川沿岸地域のサモラ、トロ、レオン、アスプルガなどが攻撃を受けた。こうした中でベルムード二世は、次のような行動をとります。アルマンゾールが猛威を振るっており、レオンも持ちこたえることができませぬ。仕方なしぜ。わしはガリシアに避難いたす。無念ですが、この状況ではそうする以外に道はないでしょう。ガリシアに避難せよ。はは。アルマンゾールがキリスト教の聖地であるサンティアゴ、で、コンポステラに侵入したじゃと。イスラムの軍は大聖堂を破壊し、大金を奪い、キリスト教徒の捕虜にコルドバまで運ばせたとのことです。く。なんたる屈辱じゃ。これほどの屈辱を味わうとは思いもせなんだわ。アルマンゾールと戦いますか？いや。わしは痛風もあるので、そうですか。それにしても、アルマンゾールは強いですね。アルマンゾール一人で、キリスト教国が壊滅状態になっているようにも見えますから。でも、これだけ戦いに勝利してもアルマンゾールが、イベリア半島の統一とはならないのは不思議に思うかもしれません。アルマンゾールはアラブ人を信用しておらず、戦争に連れて行った多くの人々は、北アフリカのベルベル人だったと伝わっているぜ。アルマンゾールの軍隊の大半がベルベル人だったわけですから。部隊を維持するためにアルマンゾールは金などの戦利品が必要であり、キリスト教国を攻撃し戦利品を得ていたとされる。そういう事情からアルマンゾールはキリスト教国の重要拠点は攻撃しても、町を支配しようとはしなかったんだよね。戦いに勝って戦利品を大量に略奪し、コルドバに持ち帰るのがパターンでした。アルマンゾールは部下を潤し部下の信頼を得て、さらに軍隊を補強しキリスト教国に攻め込むを繰り返していた。アルマンゾールにとってみれば、略奪するためのキリスト教国は必要であり、滅ぼすつもりは全くなかったのではないか、とも考えられています。1002年頃にアルマンゾールは亡くなってしまったようなんだけど、コウマイヤ朝の内部での対立があり、一気に弱体化に突き進んでいくことになる。コウマイヤ朝も1031年には完全に滅亡しました。全盛期が来たと思ったら、滅亡するのも早かったですね。アルマンゾールによりレオン王国は弱体化したと思うかもしれない。実際に弱体化したんですけど。そうなると、次はレオン王国のターンだと考えた人もいるんじゃないかな。イスラム勢力は大派と呼ばれる少量種が大半になってしまったわけでもありますし。でも、歴史はそうはならなかったんだよね。アルマンゾールが死んだ後のイベリア半島の英雄は、やはり三女大王であり主役はナバラ王国だったとも言える。レオン王国は残念ながら、主役の座から引退した感じもありますから。その辺はナバラ王国の歴史と合わせて、解説していきたいと考えております。それにしても、レコンキスタって複雑ですし、長い戦いですよね。似たようなことは何度か言ったけど、レオン王国が強大になりコウマイヤ朝を滅ぼし、イベリア半島統一だったらわかりやすいんだけど。ここからポルトガルが誕生したり、カスティーヤ王国が誕生したりと見どころも多いと思います。久しぶりに短めの動画でしたね。それでも、あくまでもこのチャンネルにしては短いレベルでしかないんだけど。それじゃ、今回はこの辺で終わりにしておきたいと思います。この動画が面白かったら、概要欄から Twitter の登録、ブログなども見てくれましたら嬉しく思います。それを励みとし動画作成を頑張りたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくです。